光ってる母体、気持ちいいだね。ありがとうだね。気持ちいいでしょ。それいっぱいありますね。言葉もできないって、もうコミュニケーション取れない、会話も何にもできない、食事もまともに食えない。でもその中でボール蹴ってる時の自分の気持ち、その幸せを感じることが忘れない限りは何があっても大丈夫だなと思ってました。最悪ですよ、俺がヘディングもできなかったんで、選手って言えないぐらいの技術的なところがあったんで、まあでも誰にも負けなかった一つだけの気持ちっていうのは自分の中にあったんで、必ず上手くなる、必ずプロになれる、一回一回の練習を必ず無駄にしない、さらに上を目指せる人にならなきゃいけないなっていうことから始まったんで、まあ、多少辛いことあっても思い切ってやれたことが、まあ、今にもつながってるんじゃないかなと思いますね。マークしてる人に負けたくない気持ちが出るからこそ、相手より1センチ1ミリでも高く飛べると思うし、タイミングの測り方もうまくいけると思うし、自分を本気にこう燃えさせることができる、自分の中では宝物だと思います。必ずその人がもっといいものを出せるっていうことを確信してるからこそ怒ったりもするし、逆に褒める時もあるし、まあ、そういうところも含めて考えながらやってます。ディフェンスですけど、ディフェンスしてるイメージじゃなく、俺から仕掛けてる感じ、相手のやり方に合わすような形であれば必ずやられる。でも楽しいですよ、その駆け引きが、幸せだなって感じますね。夢にも見えなかった舞台をね、目の前にあるんで。悔いのないようにね、生き生きとしてる姿をぜひ見せればいいなっていう感じが自分の中にあるんで、いや、やってみたいですね。一回もやったことないんでね。まあ両親はどっち応援するか分かんないですけど、その仕事を楽しんでるか楽しんでないか、自分が楽しんでなかったら絶対、特にこういう仕事は周りも楽しんでないなって、見てても気持ちよくないなっていうのが、まあ、プロフェッショナルの始まりじゃないかなと思いますね。必ず綺麗な心を持たせること、それは自分の役割でもあるし、一人でも多くね、
その子供たちを正しい道にね影響を与えなきゃいけないなっていう責任感は自分の中にあるんです。人間としてね素直に生きたいなっていう、過ぎた時間は絶対戻ってこないんで、悔いのないようにね、まあ、そこが重要じゃないかなと思います。